スだけでイーストを埋めなあかんっていう認識を塗り替え持たなあかんっていうのと、ワンマンやるぞ感がまだ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 もっとやりすぎぐらい伝えてもいいんじゃないかなって思うけど、と今よりアピールしていくってことだよね。まだできることを探してほしい、本当に一人一人をもっと。あとオタクの団結感もめっちゃ大事だと思うんで、これなんか、そうオタクが今こうやって呼びかけて、なんかまあ代理で買ってくれたりとかもあるし、なんか一緒に連れてきたりとかってもあるから、なんかオタクのモチベーション上げもめっちゃ必要だなってすごい思うから。各自さ強い SNS ってあるじゃん、それももうちょっと意外と活かせるかなと思った。なんかそこも残り2週間やってていいかなと思った。うん、2週間ぐらい、もうないぐらい。早いよね。13日、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。全部安定して見れるんだけど、悪かったことってはすごい生活すぎて、なんか物足りない、すごい物足りないところがあって、なんかこれぐらいできるだろうなって言ったところ、前見た時を超えてこないから、なんかもっと多分難しいんだよね、ブランディングがさ、なんかちょっと女の子だったりさ、可愛いとかちょっと配信とかと違うと、パワー全開でやる感じではないんだけど、だからこそもうちょっとそうギャップを見せれるところとかがあるんじゃないかなって正直思った。ありがとうございます。細かいダメ出しとかは、まあ、ありがとうございます。以上です。はい、お待たせいたしました。マイク取っちゃってください。日本の教師の方は絶対してください。お願いします。チケットが1000円です。で、今日しに木村君もやってます。どうでしたか？楽しかった。ねえ、ビリじゃなかった。あ、確かに、うん、よかったね。おばけさんとあげな、うん、あげる、あげる、あげる、いいですよね。じゃあ改めまして、9月21日渋谷オーイストワンマンライブ、ぜひ遊びに来てください。待ってます。待ってます。あ、スクショタイムしようか。そうだね、見えるかな。ちょっとインタビューしてもいいですか？いい、今ワンマンについて、あのもうあと10日ぐらいの感じやけどさ、今の意気込みとかを聞きたいなと思って。ファーストワンマンの時にさ、セカンドワンマンが発表されたやんか。でそこからなんかすぐにコロナになっちゃったやんか。でそれでその時は新曲もなかったし、ワンマンもいつできるか分かれへんくて、結構リオナもそうやったと思うけど、他のメンバーが結構しんどい思いしてきたのを一番近くで見てきたから、だからこそセカンドワンマンが決まった時はほんまに嬉しかったよね。多分新宿リニーっていう風になってたやんか。でそれがなんかスイアレメンバーが絶対立ちたいって言ってた大石とに変わって、それもすごい嬉しかったし、なんか活動あんまりできなかった1年間をバネにして、絶対多い人も埋めたいし、スイアレはもうほんまに7人7色、みんな一人一人個性があって魅力的やし、絶対もっと上に行くべき
グループやって信じてるから、もっとこのワンマンを大成功させて、なんかスイアレの良さをもっとみんなに知ってほしいな。川越さん、はい、ワンマンまでもあと10日ぐらいですけれども、手応え実感あー、でも結構この1週間無線スイアレのワンマンのための無線ライブをめっちゃやってたから、結構それで実感が湧いてきたなと思う。なんかチケットとか直接ファンの方に買ってもらう機会とかあんまりなかったけど、この1週間はすごいそのチケットを直接売って、もう来てねっていう、もうその場でのなんか約束みたいなのをすごいしたから、あ、こうやってなんかワンマンに来てくれる人が増えてくんだなっていうのはめっちゃ実感してます。まあ、リオラは結構絶対イースト埋めたいっていうのは大前提としてあるんやけど、これを見てもしかしたら、あ、行こうかなって思ってくれる人もいるかもしれんで、ドキュメンタリーに乗るんだもんね。そうよ。今回そのまあかすみとあやなも加えての7人でワンマンライブってすごいやっぱり大事な日になると思うし、もうやっぱりこのワンマンを見に来た人が本当にスイターでやっぱり応援しててよかったなとか、いっぱいその頑張ってる姿とか感じてもらえたら嬉しいし、あとはまあ何よりも一番は自分たちがこのステージまで頑張ってきてるわけで、もちろんここに今みんないるけど頑張ってるわけでね、みんな今物販前ですけど、やっぱりその自分たちが何よりも自分たちのワンマンでもある、自分たちのためのワンマンライブでもあるってことだけは忘れずに、もうこの7人で絶対にこの大イースト楽しかったと、なんかもっともっとこの水泳で頑張りたい、もっともっと7人なら上に行けるぞって思える、自分たちが一番思えるワンマンにもしたいなって思うかな。頑張るぞリーダー、頑張ろう、本当にみんなはみんな頑張るぞ。 それを見てファンの皆さんもね、きっとまだまだついてきたいと思ってもらえると私は信じてるので、はい、絶対にねみんなで成功させましょう。来てねみんな、画面のみんな、バイバイ、本当に待ってるよ21日、バイバイ。